心はるかーす。みなさんこんばんはるかーす。木曜の夜おいかがお過ごしでしょうか。戸松はるかの心はるかーす、パーソナリティの戸松はるかです。この番組は私戸松はるかがみんなの心を晴れやかにしていく心のビタミン系ラジオ番組です。木曜の夜、番組を聞きに来てくれたあなたに癒しと元気をお届けしていきます。9月最後です。最後ではないけど、ここ春的には最後です。まあそうだよね、やっぱ隔週になるとさ、1ヶ月で2回しかできないもんね。最大2回だもんね、絶対ね。3回いける時もあるかな。あ、そっか、なんか1日とかからできて31でみたいな、そっか、そういう奇跡な組み合わせもあるのかって思うと、まあ大体やっぱね、こう入りましたよ、終わりですよみたいな風にね、どうしても隔週だとなりがちでございますけれども、皆さんどうですか、元気ですか。だいぶ秋真っただ中で、それこそ北海道とか東北とかだともう結構肌寒いのかな。あんま私この時期に行ったことがないので、どんな気温感なのか、どういう空気感なのかってのすごい気になるんですけど、1回だけツアーで北海道に行かせていただいたことがあるけれども、それもでも夏だったような気がするから、降り立った時にうわこんなに空気カラッとしてて気持ちいいんだみたいな。やっぱさ、東京ってすごい夏がもうジメジュワジュワみたいな、もうそれだけで体力持ってかれそうな感じだったのが、夏の北海道がすごい気持ちが良くてうわって感動した記憶があるんですけど、結構もう10月ぐらいだとどのぐらいになるんだろうね、気温感とかね。はい、という感じでございますけれどもね、いろいろとまたちょっと衣替えのシーズンというか、だって残すところ今年もあと3ヶ月。めっちゃ計算するの遅いんだけど、びっくりしちゃった自分でも。今ちょっとなんか今思考停止したよね、今うんとか言って、ちょっとスタッフさんも嘘だろみたいな、ぎょっとした顔で一瞬飛ばす、すごいフリーズみたいな。まさかあいつ今年あと何ヶ月の計算にこんなにあいつ時間かかるみたいな。やばいね、あと3ヶ月ですよ。みんなあと3ヶ月で終わるぞ今年ね。もう元気にみんな過ごしていこう。はい、ということで、心と心でつながる30分、戸松はるかの心はるか、最後までよろしく。心はるかす、改めましてこんばんは、戸松はるかです。なんという新事実でしょう。私がさっきさ、もう動画待っても2回ぐらいしかできないもんねとか言ってさ、でもなんかすごい奇跡が起これば1日ぐらいのやつから31日で3回ぐらいできる時もあんのかって、それ今月だったわ。今回のここ春3回目らしいです、9月で。9月の3回目の更新です。もうそんなこともすっかり忘れてしまっている。トマツさん、ちょっとちゃんとしよう本当に。自分で自分に喝を入れるっていうね、なんか忘れちゃってた、今月が3回目の更新だっていうこと、ついついね。いやー、もうまあそれぐらいさ、日々充実してんのよ。本当にね。ということで、まあもうすぐ10月でね、番組的にもこうなんて言うんですかね、作品的にもこう改変期というかね、新番組も始まったりしますけど、まあ私が別に出てる作品ではないんですけどね、10月からコナン君のあのスピンオフって言っていいのかな、の犯人の半沢さんっていう作品がアニメ化されるんですって、コナン好きの戸松さんにということで。まあ米花町を舞台にコナンに出てくる犯人、黒い誰か、そのバレるまでああいう状態なわけじゃん、犯人が特定されるまでのあれが主人公のお話っていう、ついに犯人が主人公になるっていう、なんかでもすごい、私漫画で読んだことあったのかな、なんかそれですごいまさかのそっち目線みたいなので、かなり衝撃を受けた記憶があるんですけど、どうやらそれが10月からアニメ化されるんですって。だからもうすぐね、見る見るみたいな
ね、いやだからもともとやっぱさ美奈子とかすごいコナン好きだったから、あ確かにコナンってね本当そういう意味でもさこう何話かで完結するお話もあるしさ1話で完結するのもあるけどさいつ見てもさあのコナンの世界観にさなんかこう入れるのがすごく好きで、でまあもちろん映画も全部見てるんだけど、だからなんかその映画とかが公開されるタイミングの時にそれこそ黒の組織とかもさ結構さちょっとずつさ進んでくじゃない、元組織とかスパイとかさいろいろあんのよあそこの人間関係で、それだけをまとめた話数みたいなのがなんか映画とかが公開されるタイミングでちょっとコナン特集みたいなのであったりすんのよ。で一気にその黒の組織系のやつだけ集めた話とか見るとうわーってむちゃくちゃこんな人間関係がみたいなさというのとかがあってね、すっごいね私がすっごい最初の方の話とかはもうなんか私がこれ子供の時のって感じなんかもう十何年ぐらい前の時の話から始まったりとかするからすごい面白いですよ本当に。ちょっとみんな見てマジで見とるわって話だろうけどね、みんなコナン好きだろうからね。じゃあちょっとそういうね犯人目線のお話もあるっていうことで、いや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 楽しみですね10月もね。はい、ということで、お便りね読んでいきましょう。ココハルネームムーンライトさんからいただきました、ありがとう。はるちゃんこんばんはるかーす、こんばんはるかーす。めちゃくちゃ嬉しいことがありました。なんだゲームニーアリインカネーション電脳社会の帝王役ユリーかっこはるちゃんのサイン色紙が当選しました、ありがとうございます。とてもとてもめちゃくちゃ嬉しいです、本当に本当にありがとうございます。過報にさせていただきます笑い。ゲームもプレイしていたのですがもっと頑張ります。 PS10年ぐらいファンをさせていただいております。はるちゃんの直筆のものは初めてでした。嬉しい、よかったねえ、ムーンライトさんのねお手元に届いてよかったです本当にね。こうやってゲームの作品とかやらせていただくと実は結構サイン書かせていただく機会とか結構あって、とか大体書いてるかな。なのでねすごいこのニアリインカネーションのサインを書いた時の記憶を今思い出してたんですけど、このニーアリーンカネーションってこれ全部アルファベットなんですよね。で私ってすごい文字のバランス感覚がなんかこう想定できない人で、例えばなんかミュージックレインって例えば書くとするじゃん、ミュージックレイン様へとか、だいたいなんかその最初の文字が大きくなっちゃってミュージックレインみたいなもしくはミュージックレイン様へみたいな2行に分かれて、なんでそのミュージックレで終わっちゃったんだろうみたいなだからすごいこれ難しくて、ニアリインカネーションの意味すごいなんかちょっと待ってくださいねとか言って、どこで切ろう、でもこれ1行で入るかな、あでもこの私が1行で収めるのこれ相当難しいぞみたいな、すごいなんかバランス感覚を考えながらサイン書いてたなっていう思い出がありますね。だからうちとかだとやっぱスフィアのサインとかだったりすると、まあ、やっぱり4人で1つの色紙を、まあ、4等分で書いて、まあ、ポジションは決まってるんですけど誰がどこに書くかっていう、でも誰かが最初にさ筆を入れなきゃいけないわけじゃん。まあ私と美奈子が下手くそなんですよこのバランス感本当にで先書いちゃうねって言って誰かが先書くときに、やっぱあれってすごい性格が出るんですけど、あやひとかはもうしっかりここここって最初に手でだいたい一人ここぐらいかなってなんか範囲をちゃんと考えてやるからなんかないんですよ誤差が、ちゃんと全部測るから。で秋はやっぱもともとさやっぱ絵がうまいしね、そういうののそのなんて言うんですかね、感覚が多分本能的にわかるんだろうね。でなんか迷ったらちょっとちっちゃめに描くみたいな、で私とかなんか考えないからなんか迷ったらでかくなっちゃうみたいなで特に美奈子めちゃくちゃ大きい時があって傾いて美奈子って言って、でそれなんか美奈子の横が綾日で、綾日がめちゃくちゃ綾日みたいなで下が私なのよ、戸松春がめっちゃ潰れてんのよだからこれ絶対美奈子が先に描いたってこれめちゃくちゃ面白いみたいになる時あるもんね。スフィアでももう長年描いてるけどさ4人で、でその時に宛先とか書くわけじゃん、何々様って言う時はもう迷ったら秋にやってもらってますうちはね。やっぱ字も綺麗だし、なんかこうね綺麗にこうおしゃれ文字とかで書いてくれたりするから、一人一つずつ書いてくださいとかだったらやるんだけど、
なんか特に誰でもいいですっていう時はなんかなんとなくみんな秋が最後やってくれるだろうって言って先や秋が書くまでみんな開けとくみたいな感じになんか自然にそういう感じになっちゃったスフィアはだからすごい面白いよね。なんかそうポスターとかさ、なんかこうちょっとした暑中見舞いとかね、そういうのとかも書かせていただいたりしてるんですけど、なんか横書きとかでもすごい個性出るし、いやっていうのでね、こうやっぱりバランス感覚みたいなね、サイン未だにもう同じサインとか変えてないから、もう16年同じサイン書き続けてますけど未だに難しいっていう話ね。はい、ということでね、ムーンライトさん本当にありがとうございました。では、続きまして、ココハルネーム声帯がやばいなぎさんから大丈夫かいただきました、ありがとうございます。トマツ氏こんばん、ハルカスこんばん、ハルカス、僕は先日ふとサメが見たくなって品川水族館に行きました。品川水族館にはシロワニというサメが2匹飼われており、ホウジロザメそっくりで顔も凶暴そうなシロワニに感動しました。でもその後もっと素敵なサメに出会いました。それはネムネムなお顔の丸いサメのぬいぐるみです。もうめちゃくちゃ可愛くて一目惚れしてお持ち帰りしました。ただこのサメの名前を僕はまだ決めてません。トマツ氏よかったらこの子に名前をつけてください。わーすごい、そんな大事な役目いいんですか私が。お名前をね、いや写真来てますけど本当めちゃくちゃ可愛い。普通に寝てるわ、サメが口開けたまま。いや可愛いし、あの気持ちよさそう、すっごいなんかあの柔らかそうっていうかさ。今さサメのぬいぐるみって流行ってない？なんかいろんなところでさサメのぬいぐるみって売られてるよね。ちょっとコーヒーごちょっとコーヒーすすとかちょっとすごいすごいなんか変な音になっちゃったね今ね。コーヒーちょっとすすりたくてね、そうちょっとどうしてもホットコーヒーすすりたかった。しっかりオンマイクオンマイクに取ってしまって、でトマツのホットコーヒーの音を堪能してくれどうしよっかな。でもな寝てるからな、寝てるからなんか寝てるところからつけたいよね。なんだろうな、あれにしよう。このサメのモデルがちょっと何ザメをモデルにして作ったかをわかんないんだけど、眠りブカっていう名前にしよう。なんでかっていうと眠りブカっていうサメがマジでいいのよ。でも寝てるからあの眠りブカじゃないと思うんだけど、このフォルム的に多分眠りブカのをモデルにして作ったサメではないと思うんだけど、寝てるからそこからちなんで眠りブカっていう名前にしたいと思います。だから要は犬に猫ってつけるようなもんみたいなそういう感じで、犬になんかトラとかさクマとかつけるようなもんだよね、でもなんか面白いんじゃないかな。まあちょっと長いからね、ネムちゃんとかだってネムネムって言ってたりするぐらいだからね、この眠ってる姿がさ可愛いっていう風に思われたのかなって思うので、まあネムちゃんとかでもいいかもね。ちょっと略して眠りブカという名のネムちゃんみたいなさね。いやでも良かったです。なんかちょっとでもね、ちょっとサメの魅力にねいいなっていう風にこう素敵だなって気づいてくださったならね、本当にね何よりですし、またぜひねちょっと引き続きちょっとサメね、もっともっとなんかいろんなサメね見に行ってみてください。ということでメールありがとうございました。トマツハルカの心ハルカ。ココハルなぞなぞ道場。このコーナーは声優界のなぞなぞ公務員トマツハルカがなぞなぞに挑戦し、なぞなぞ力を向上させていくための特訓コーナーです。これから実際になぞなぞにチャレンジしますよ。問題3問用意されてますよ。なぞなぞは一瞬のひらめきが大事なので30秒以内に答えを出していきますよ。正解数が1問以下だと位が1つダウンしちゃうよ。2問正解は位が1つアップし、全問正解は問答無用で王に返り咲きするよ。そしてその王の状態でさらに全問正解するとなぞなぞ神にランクアップするよ、ということで。公務員ですからね、神に行くことはないね、まずね。でもね、じわじわ上がってんのよ。前回私平民だったでしょ。で2問正解して、まあ上がらないよりはいっかみたいなところでね。だからもう
本当は欲を言えば王に一瞬で返り咲きたいよ。でもちょっとじわじわでもいいから上がりたい。ちょっと本当に前回のハンターもそうなんだけど上がりたい切実かっこ切実本当に。だからねもういいの、欲を出すから失敗する。だからいいんです、ちょっと謙虚な心で落ちなきゃいいかなぐらいの気持ちでちょっと今回もなぞなぞね行ってみたいと思いますんで、ということで今回は大臣目指して早速特訓スタート。ここはるネームラジオなしには生きられないさんからいただきました。表しかない職業って何？表？表？どっちだろう、表でいいのかな、表？表しかない職業、おもてなし。あ、違うな、おもてなしだったら意味ないもんな。表に出ろ、表。占い師。本当だ、やった、そういうことかおもてなしって言ってるどういうこっちゃみたいなね。2問目、僕はるネームサルタヒコさんからいただきました。気が抜けると感謝をしだす乗り物ってなーに？ありがとう、ありがとう、感謝、感謝、ありがとう。気抜け、あ、待てよ、気が抜けるとでしょ、気がない、ありがとうじゃないな、感謝って言葉でいい、ありがとうじゃなくていい、感謝、観覧車、観あれ観覧、え、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、これもうあと1分ちょうだい、あとちょっといけそうな気がするんだけどな。3問目、ここはるネームシーニャさんからいただきました。朝倉桃、天宮空、夏川椎名の3人がセカンドショットフェスで先輩を見習い舞台上を転げ回りました。さてこの中で怪我をしなかったのは誰でしょう。怪我をしない、怪我ない、朝倉、天宮、夏川は別にみんな怪我ないもんな。シーンとはアルファベット待て、朝倉ら、もう、え、やばい、30秒終わんない。あ、まみや、そら、え、夏か、な、夏川長い、夏川、ちょっと待って、待って、わかんない、アルファベット、全員長い全員これ、アルファベット長いこれちょっと時間足りなかったな、今回。ちょっと1問、うわ、落ちたわじゃあ謙虚な心でも落ちるんじゃん。落ちなきゃいいっていうさ、すごい今日謙虚に臨んだのにさ、謙虚でも落ちんじゃん。じゃあもう欲望まみれで行こうかな、次回から問答無用で王に返り咲くっていう、そういう風にしようかな。ちょっと答え気になるわ。気が抜けると感謝をしだす乗り物、機関車。本当だ、機関車から木を取ると感謝。じゃあそうなの、そういう発想だった、私もね分かってたの、それは。だから木を抜くと感謝になる乗り物ってなんだろうみたいな。うわー、確かにこれそう、もうちょっと時間あればできた、本当に。あー惜しい、いや発想分かってたのよ。で、いやこれ難しいよ、この怪我をしなかった人、答えは天宮空。名前をローマ字で書いたとき、一人だけ K がない。あ、 K、 怪我ないから、いやこれも分かってた、怪我をしなかったって書いてたから、怪我しない、怪我ないっていうときに日本語ひらがなの方で考えてたら、みんなさ K ないじゃん、3人ともだから、あれおかしいのって思ったんだけど、 K ね、アルファベットの。うわー、確かに朝倉、夏川、あ、本当だ、本当だ。うわー惜しいよ、私の台本には最後の夏川の夏で終わってる
時間足りなくて新メンバーみたいなうわー発想はね分かってたんだけどね、うわー分かってたけど時間が足りなかったな今回ね。一瞬でフェッていけるものもあるんだけどね、ちょっと機関車は正直一瞬で いけなきゃいけなかったね。あれはちょっともう気がない感謝機関車みたいなさ、ちょっとダメだね。でももう謙虚に言ってもこうなっちゃうんだったら、もう私はもうこのここ春なぞなぞ道場でもう謙虚捨てるわ我に早く問答無用でオールに返り咲きさせろぐらいの、ちょっとそういうエネルギッシュな方でやっぱ行った方がいいのかもしれないね。あー何ですか平民何ですかって書いてるえ平民ですかまたこの間出したのに平民、そうですか。はい、ということでこのコーナーでは引き続き謎々王に返り咲くための特訓していくよ。リスナーの皆さん、道場破りも大歓迎だよ。ぜひ良質な問題を送ってね。以上、ここ春なぞなぞ道場のコーナーでした。戸松遥の心遥かす。深呼吸すれば心が落ち着く、心深呼吸。日がだんだん短くなってきました。これから夜の時間のが増えていくのは、太陽が好きな自分にとっては少しだけ寂しいですが、季節の移り変わりや四季の大切さを改めて感じる瞬間でもあります。夜もだんだん冷えていくので、体など冷やさないよう残りの9月も過ごしていきましょう。ねえ、あなたはどんな1週間を過ごした？寝る前のひととき、ちょっと立ち止まって深呼吸。ゆっくり振り返れば、明日もきっといい日になるよ。みんなの心が晴れますように。以上、心深呼吸でした。はるかの心はるか、そろそろエンディングのお時間です。いやー悔しいね、夏夏道場。私意外と引きずる女なのかもしれないだいたい謎謎とさ、ハンターがうまくいかないとエンディングに引きずってるよね、私ってね。本当に、いやでも悔しいよ。だって久しく謎謎王になってなくない？私最後に謎謎王だったのいつっていうぐらい、下手したら去年なった王にっていうぐらい記憶ない。今年は絶対になってないんですよ。なってないですよね。だからもうさ、結構私1年ぐらいもしかしたら王になってないかもしれない。謎の王だから始めた企画なのに、これどうなっちゃってんの私っていうさ、本当に悔しいのよ。それがまたさ、本当にさ、トマトさんマジで謎々答えらんないですね、もうやめましょうかこの企画って言うならまだしも、なんかちょっとそれなりにさ、それなりにまだ能力があると自負してるから、ちょっと帰り咲きたいよね本当にね。自分でもちょっと謎々の特訓をねして、ちょっとひらめき力をねちょっと培いたいと思います本当に。というわけで、この番組ではリスナーの皆様からいろんなメッセージ大募集しております。レンタルシミュレーション、笑顔の処方箋、ここ春なぞなぞ道場、ハンターと待つトマ版。次回のテーマは秋の夜長に聞きたいトマツ楽曲です。その他、普通のお便りや私へのメッセージに番組の感想など何でもお待ちしています。メールアドレスははるかすアットマークセカンドショットドット JP、 はるかすアットマークセカンドショットドット JP です。セカンドショットの綴りは SECONDSHOT です。番組のホームページからも送れますよ。たくさんのメールお待ちしています。また番組公式のツイッターハッシュタグシャープはるかすです。皆さんどんどんつぶやいてね。はい、ということで今月、今週はラフラフへの質問があります。そうだなあ、そうそう、なんかね、みなこが言ってたんだけどさ、神戸にシャチが来るらしいね、水族館ね、って言ってて、そうなるとさ、日本で多分3人目のシャチ、人なんていう、3匹目のシャチになるのよ。今シャチがいるのって鴨川シーワールドと名古屋港水族館でしかいないのよ、シャチって。
意外とそんなにいないのよ日本の水族館。これそれ聞いてちょっとさテンション上がっちゃってさ、だからまあちょっとサメじゃないかもしれないけど、ミナコ的にこうシャチってどんな温度感で好きみたいなシャチ好きみたいな、まあ、温度感っていうとちょっとなんかあれだからシャチ好きっていうっていうそういうところからねシャチやってきたから今私のこう発想と。ちなみにね私ねサメすごい詳しいっていう、詳しいっていうとまあおこがましいけど少しだけ知識がねあるように思われがちなんで、実は私シャチも詳しいのよ。実は本当にだからシャチもすごいなんかドキュメンタリーっていうか見てると本当に海のギャングって言われてる理由がわかるぐらい頭いいんですよシャチって。だから結構リスペクトっていう、ね、面では本当ねシャチも実は同じぐらい実は持ってたりするんですよ。だからなんかいつかシャチについて話そう話そうか友達みたいに言ってますけど、なんでまあ美奈子先生どうですかシャチっていうね質問でございます。というわけでそろそろお時間です。また再来週10月13日にお会いしましょう。戸松遥の心遥かす、ここまでのお相手は戸松遥でした。これできっと心も遥かす。バイバーイ。